そうだよ、さあ、ジカさん、はい、本当はあなたのお家に行くはずだったんですけど、なんと親が寝てましたって言ってるから入れなかったんですけど、まあまずね、払えなかった、家賃だね、電気代、ガス代払えなかったと言って、それ返します。返せるんですか、そもそも。返します。本当に返せるんですか。15日はとっくに過ぎておりますけど。この前言ったかとは思うんですけど、はい、15日はと25日そう、15日と25日で15日は無理でしたとかの連絡も何もなかったんですけど、すいません、何もなかったんですけど、で15日に電気代を先生に返して、はい、いや電気代を返してで、そしてで、まだガス代返されてない、はい、返されてないって俺のことでしょ、返されてないから、ああ、ね、まあ、でも25日に返す予定でいたんですけど、なるほどね、予定でいたんですけど何の連絡もないんですよ、ダメですよ、それから、はい、すいません、借金してる方々お気をつけください。で、まあまあまあ川合先生に返したということで、で、まあガスが5000円でそれ2ヶ月あってね、はい、で電気が1万9000円で1ヶ月、んなもうありえないでしょ、そんなわけないだろ、どんな豪邸に住んでんだよ、何人家族なんだよってめちゃめちゃ来たんですけど、はい、そこのとこどうなってんですか。いやだって犬がいて、はい、それで犬のためにエアコンつけっぱなしだったからって言ったけど、それでもそんなにならないっていう声が、そうなんですか、そんな1万9000円なんか行くわけないでしょみたいなのが来たんですけど、普通に考えて1万9000円とで5000円で2万4000円でしょ、はい、全然俺よりもはるかにかかってるわけですよ、電気代がどうなってんだっていうですね、はい、何度に設定したらそんなになるんですか。エアコンとか、そうだよ、エアコン27度に設定して、なんで27度に設定してそんなにかかるの、お金が、電気漏れてんの。わかんない、そんなバカな、いやね、17度に設定しますとかだったらわかるけど、27で設定でそんなかかるんですか。いやいや、まあさ、24とか3とかならまだ分かったけど、27ですよ、なんで、毎日洗濯機回してるからとかですか。洗濯機そんなかかんないでしょ、毎日洗濯機回してもならないでしょ、そんなに。だってしかも乾燥はガスなわけで、はい、電気で乾燥じゃないわけで、どういうことなの。いや、エアコン何台あるんだよ、そもそも。2台全部ずっとつけっぱなってこと。いや、1台だけです。1台つけっぱな、おかしいじゃん、それって。そんなにいかんでしょ、ちょっと電気、ちょっと質問した方がいいと思いますよ。大阪の電気なのかなんか知らんけど、なんでこんな高いんじゃって言った方がいいと思うんですよ。関西電力知らんけど、まあ言った方がいいと思います。おかしいでしょ、そんなの。どうなんですか。いや、だからおかしいんです。おかしいでしょ。1台をじゃあつけっぱなしにして全部開けっぱにしてるとかですか。窓全開にして、いや、そんな開けてるとかですか。してそんなおかしいじゃん、どう考えたって。ずっと家にいるわけじゃないわけで、はい、電気つけっぱでなんかいろんなもんつけっぱとかじゃないでしょ。ストーブつけてエアコンつけてるんですか。違います。でも電気は片方だけつけてないんです。どういうこと。電気がないとか、一部屋だけで2つあって、で2つだけつけたままで仕事行くんですよ。犬がちょっと暗いとかわいそうかなって思って、電気とエアコンをつけて行くんですけど、でこれまず間取りは 2LDK 2LDK でかいんですけど、で別にドア開けっぱにしてるわけじゃないんでしょ。違います。一部屋だけをエアコンつけて電気つけてるとかでしょ。エアコンつけてる部屋と電気つけてる部屋が別とかないですね。いや、違います。そんなことないですね。同じとこつけてて、でそこに犬がいるわけでしょ。はい。でなんで、まあそもそも 2LDK に住んでるっていうのはもうありえないわけですけどね。いや、家賃が安かったんで。いくらですか。言っていいんですか。言っていいですよ。4.5 の管理費5000円。じゃあ5万ってことですね。家賃5万で 2LDK で電気代がバカ高いってどういうシステムだよ。なんで5万円の家に住む人が電気とガスだけで2万4000円って、そんなのありえないでしょ。何か足されてんのかっていうぐらい。いや、何も足されてないはずです。そんなのさ、おかしいから、いや絶対確認した方がいいと思うんですよね。普通じゃ、だってありえないよ。そんな高いとこはないよ。電話、そうそう、聞いてみた方がいいと思います。なんでこんな高いんですか、はい、ちょっとその謎が解けないんで。どれぐらいの広さか家がっていうのは分かるんですか。30平米。本当ですか。いや、調べますよ。いいです。はい、後で言ってください。それで、まあ、それぞれの部屋を、大きいのちっちゃいの。じゃあ、ここの今ね、カラオケの部屋がある。これぐらい。いや、もっと広い。まあ広い。で、まあ一部屋しかないんでしょ、だってその一フロアに、はい、前はなんだっけ、レオパレスで、横が夜よ
両隣が夜の営みしてて、それに挟まれてたんですよ、うん、で、鬱になって大学も行けずに、そんなんで鬱になって大学行けない意味わからんけど寝れなかったんですよ、あの時。わからないですけど、まあまあまあ、それで一フロアに一部屋しかないところに行って行って、まあ外から見ましたけど、まあなんかオフィスみたいな感じだね、家って感じじゃないですね、あ見た目はもう完全にオフィスの見た目だから家が入ってると思わないです。外から見たら、外から見たらなんかの事務所かなんかがあるのかなみたいな感じだったから、いやまあ家用の物件じゃないっぽいけどね、見た目は。いや元から家な、はい、分かる。だってもともとなんかオフィスだったんじゃないかなと思うんだけど、賃貸家で募集がかかってたんで、いやそれはそうだろうけど、いや昔は違ったんじゃないかなと思いますけどね、まあ、もしくは昔だから家兼オフィスでそこを持ってた人が、はい、そこを出してるのかなって感じで、まあ、でかいはでかいです、はい、それは見てなんか普通に本当オフィスって感じです。もう歌が始まってもカラオケだから名前が今は違うんですけど、昔はビルってついてたんですよ。ほらそうでしょ、年々ビルってなると思うんですね。だからさすがオフィスだよ、はい、それでじゃあその後どうなったんですか、その次の月の電気代は。あ、まだまだ来てない。見てないです、怖くて怖くて見てないですじゃねえよ、ちゃんと言ってください。だってそれでまたこっちが払えないんでガス代は返せませんとかさ、そういう風になるオチの可能性があるでしょ、ね、ほらもうわざわざこんな関西までやってきて、本当にみんなすごいね、コメントでどうせ天で何十万から100万ぐらい月稼いで、稼ぐかバカなこと言うな。え、そんな稼いでる、稼ぐわけないでしょ。そんなこと言ったらうちの収益の 100% 天になっちゃう、そんなことしたらそんなわけない。電車で東京から大阪まで来て、で泊まって帰ったら赤字です。毎回だからプラスにはなっておりませんので、そこを勘違いしてる人がものすごく多くてね、でんちゃんもめっちゃ動画に出してんだからすごい稼いでる。いや毎回マイナスですよ、基本的に。だから1動画しか出さなかったらめちゃマイナスなんで。確かにそう、めちゃマイナスなんですよ。だから2動画出してマイナスが 2,3 万円大体ですね。でもちろんその英検の模擬面接とか、まあ、英検のやつを見る人がいるからバーンと伸びましたけど、はい、そういうのはありますけど、基本的にだからもしでんちゃんの動画でプラスになろうと思ったら30万再生ぐらい必要です基本的に、まあ、20万再生でどっこいになるくらいで、30万いけばプラスになる。だから30万いってない時は全部マイナスなんだと思ってください。ズームでやってってなんとか回収してってるぐらいですけど、まあまあそういう基本はもうめっちゃ外をした基本はだから皆さんの思ってるような風にはなっておりません。はい、基本はたくさん動画があるので YouTube の方で何千本以上あるはずですから、うちのチャンネル、それで、はい、今までのの積み重ねでございますそれでなっておりますので、はい、えガスも電気も見てないってことですか。それはまだ見てないです。ちょっと見てきてください、ちゃんと見て言ってください。それでコンビニで払ってるんですか。はい、コンビニで払って、コンビニで払ってて、それでバイト代はどれぐらいもらえたんですか。じゃあ今月は、はい、外はめっちゃうるさいですけど、はい、今月は3万ちょっと。3万ちょっとじゃどうやって暮らすんだよ家賃と合わせたら、だって3万ちょっとだったら払えないじゃんガス電気。それどういう生活してんの。タイに行ったり。タイに行っても足りないわけですよ、3万じゃ無理じゃん、暮らせないじゃん。そうですね。YouTube の収益ちょっとだけ、 YouTube の収益ね、はい、ちょっとだけ入るから、それでなんとか。いや、なんとか出てないじゃんかマイナスなんだからもう勘弁してくださいよ、もう本当に。それでどうやって生きるんだって。そこでだからね、他にもやっぱ来てましたよ、お母さん何してんだよ、お母さん出してもらえないのか、お母さん住んでるんだろうって言って、はい、どうなってんですか。まあ出してもらってないんですか、ご飯だったりとか。いや、その辺はもちろん出してもらってますけど。でもだって電気止まってる時どうしてたんですか、住んでるのに。お母さん電気止まってガス止まってどうやって生活してたの。いや、もう2人で寝てました。はぁそれでじゃあちょっと電気払うわとかガス払うわって言ってくれなかったってこと。いや、なかったんですよ。何がなかった。お母さんもなかったってこと。給料日前だった。給料日前だったんで2人暮らしでいる。そうです。まあ、そうですよ。え、でもお母さんどうやって仕事するの。大阪から仕事できん。あの、まあ、働いてるんですよ。あ、じゃあ岐阜じゃなくなってる。
でもだって岐阜に戻っちゃったらどうするんですか。あ、そこの系列のグループが戻る。何、デンちゃんがこういう状況だからって言って志願して行ったってこと、それとも移動になったってこと。いや、もう僕はもうこういう体になっちゃったから、もう一人にはしてあげないからこっちに来たって働き先があったんだったらちょうどよかったと思いますけどね、はい。看護師でしょ。看護師です。いや、もうはい、果たしてどうなるのかということで、別に特に借金は返してもらえませんでした。返します、すいません。大阪まで来ましたか。はい、ということでした。もう遠いよ、どこや、ここ見たことないよ、ここどこよ。言っていいの全国に。ああ、ダメです。ということでした。はい、ご視聴ありがとうございました。テレフォーチュン。